こんにちは。楽天証券経済研究所客員研究員山崎はじめです。今回は人的資本ライアビリティと運用のリスクということで、お金の運用を考える場合に、運用でどれだけリスクを取ることができるのかということを考えなければいけないわけですけれども、その参考になる考え方をご紹介できればいいかなというふうに思います。で、人的資本というのは何なんだっていうことからまずご説明しますが、人的資本というのは一言で例えると、人間の株価みたいなものです。例えばこう、山崎はじめがこういるとして、で、山崎はじめがこう働いたら稼ぐ、働かないで、収入があればもっといいかもしれないんですけど、その将来見込める収入、例えば来年の、収入、それから再来年の収入、この将来の収入を現在の価値に割り戻して、割引率で割り戻して、でそれを合計したもの、その価値が人的資本ということになります。例えば大卒のサラリーマンの年収、生涯所得が例えば1億5千万あるとか、2億あるとか、もちろんその会社によっても違いますし、働き方によっても違うんでしょうけれども、そういった例えば障害所得 全体がそのまま人的資本というわけではなくって、その遠い将来の所得というのは大きく割り引かれますから、来年の所得、再来年の所得、それから最終的に稼ぐ所得というようなものを全部合計して人的資本として考えるということです。ただ例えば30歳なら30歳で、でそれで、安定した職業についてて、収入が、見込めるというような、人の人的資本だと、例えばその1億を、超えるようなことも、珍しくはない。でただ、この人的資本という場合、その会社の場合には、その会社がずっと永続していくということが可能ですけれども、今人間は不老不死が可能なわけではないので、高齢になっていくと、これから稼げる期間というものが、どんどん短くなっていく。これは、残念ながら現実なわけで、そういう意味では、高齢になると、人的資本が縮小します。で特に若い人の人的資本ということで考えてみていただきたいんですけれども、例えば人的資本が1億あると、これは今金融資産として持ってるのは、例えば500万円なら500万円しかないかもしれないけれども、でも、その本人の、潜在的な経済価値、それを現在価値で評価すると1億あるんだというふうに考えるとですね、500万円っていう金融資産の中だけで考えると、これは例えば、それが2割減るとか3割減るとかっていうのは、すごく大変なことのように思うかもしれませんが、人的資本も考えて、このトータルの資産の中で、その中の500万円っていうことだと、それほど、人生全体の、その経済価値にとってのインパクトは、大きいわけではないということが言えます。若年と高齢ということで、その典型的な、考え方の、図を作ってみたんですけれども、その若年者の場合には人的資本が非常に大きい。でそれに対して、傾向として金融資産はあまり大きくないという傾向があります。なので例えばその金融資産の中で、仮に 50% なら 50% 株式を持ったと、リスクのある資産を持ったと、一応この真っ赤なところが株式のつもりですけれども、この真っ赤なところの全体、人的資本も含めた総資産に対する比率というのはあまり大きいわけではないということが言えます。なので、
経済的な現実ということを考えると、まあ、大きな人的資本があるんだから、まあこのこう金融資産の部分を、まあ、全部リスク資産で運用しても、まあ、インパクトとしては大したことがないということが言えるかと思います。でところが高齢者になると、まあ、人的資本はこう縮小しますよね。で、まあ、金融資産は、ね、まあ、これはまあ個人差はあると思いますけれども、まあ、できればたくさん、あってほしい。若い時期よりも、まあ、高齢の時期に金融資産をたくさん持っていたいというふうに思うわけですが、例えば金融資産が大きくってで、まあ、人的資本は小さくってということを考えると、でその金融資産の中で、こう大きなリスクを取ることの、まあ、トータルの資産に対する、インパクトというのは、まあ、ちょっと大きな、ものに、なるなということが言えます。なので、まあ、この人的資本という要素を考えると、こう若い人は、こう金融資産の中で、大きな比率で、リスク資産を持ってもいいし、まあ、高齢者の場合、金融資産の、中で、リスク資産の比率を、まあ、小さくしていくことが、最適になる、場合があるというようなことが言えます。まあ、これはこう一般的に、まあ、常識的に考えられていることと、まあ、大体合致するのではないかというふうに思うんですが、ただ、その話はこれだけでは終わらないというのがですね、実はそのライアビリティ、まあ、例えばライアビリティというのは、まあ、さっきは収入を、将来のその見込める収入を現在の価値に評価したものを人的資本というふうに考えましたけれども、ライアビリティというのは将来支払わなければならない必要性、それを現在価値に評価したもの、まあ、将来これだけお金がいるんだというその現在の時点でそれをこう、まあ、あたかも負債のように認識しておかなければならない、まあ、その将来の支払いの現在価値、まあ、これをまあライアビリティ、まあ、ここでは呼んでるわけですけれども、このライアビリティを差し引きして考えたときに、まあ、これは、まあ、その人がどれぐらいリスクを取ることができるのか取れないのか、あるいはどれぐらい余裕があるのかないのかということを、まあ、そのこう評価することが、こう人的資本と資産、金融資産、まあ、実物資産も含みますけれども、資産と、それからこうライアビリティと、まあ、これを両方評価してみたときに、こうまあその人の経済的余裕度ということが分かるということですね。ですからこうある程度若いで人的資本は潤沢であるとしても、じゃあ例えば、その将来の、こう支出が非常に大きいんだと、まあ、これは、こう自分の資質をコントロールすることが下手で、浪費家であるっていうような場合もあるでしょうし、まあ、もっとこうリアリティのある現実的な問題としては、例えばまあ子供が何人かいて、で、まあ、その子供に大変大きな教育費がかかるというようなケースがあるかと思います。そういう意味ではこのライアビリティがこう大きい人と、それから、まあ、将来こう生活をコンパクトにすることができる、あるいは、まあ、もともと、まあ、そんなにこう贅沢ではない、まあ、収入に対して贅沢ではないというような人の場合、まあ、こうかなり、こう実質的な、こういう、まあ、リスクに対する余裕というものが、まあ、違うということが言えるかと思います。まあ、ライアビリティがこう非常に大きい、まあ、この場合に、まあ、これは人的資本とそれから、まあ、現在持っている資産とこう合わせても追いつかないというような場合には、こう、ライアビリティをこう、縮める努力をしなければならないかもしれないということが、まあ、あるわけです。で、まあ、ただ、ここで、まあ、こう、じゃあ、やっぱりこう、将来お金はかかりそうだから、運用でリスクなんか取れないかなっていうふうに、思ってしまいがちなんですけれども、でも、こう、まず一つには、その人的資本も、それからこのライアビリティも、結構柔軟性があります。で、この人的資本っていうことで言うと、まあ、要するに、こう、たくさん、よりたくさん稼ぐように、なれば、まあ、人的資本の、まあ、価値は上がると。まあ、人的資本というものの、概念から言うと、まあ、その稼ぎが安定しているということも、まあ、重要なので、
ある本を読んでるときに、証券マンの人的資本と大学教授の修士資格を持ってる人の人的資本とでは、これは大学教授の方が職と収入が安定しているから人的資本の価値はずっと大きいんだっていうような、そういうちょっとこう証券マンには身につまされるような例を読んだことがありますけれども、その安定性ということも含めて、その人的資本をこう大きく伸ばすことが一応可能であると。ただもしその人的資本を伸ばすことが容易に可能なんだとすると、それはとっくに達成していても良さそうなものだから、人的資本の側よりももっとこう確実にコントロールが効いて、かつ伸縮性があるのは、むしろそのライアビリティの方かなというふうに思います。そういう意味ではその生活のスタイルを変えていくということですね。私はあんまりこう節約の話は得意ではありませんけれども、その固定費の大きなものから見直していくというのが節約のセオリーということではありますけれども、このライアビリティの側には結構な伸縮性があるということです。ということはどういうことかというと、例えば、500万なり1000万なり、金融資産があったときに、それをこう、仮に全額、内外のインデックスファンドのような、リスク資産に投資していたとしても、例えばそれがこう1年後に、かなりひどい相場になった場合に、3分の1ぐらい損する可能性はあるわけですけれども、でもそれを、例えば、仮に、40歳なら40歳だとして、100歳なら100歳までのこう60年間の中で、少しずつ、このライアビリティをこう縮小、ライアビリティというか支出を縮小していくことによって吸収していくというふうに考えると、それほど、大きなインパクトではないということを、考えることができます。よく、私がこう一般に、お勧めするのは、例えば65歳で、引退してで、それで、95歳ぐらいまでの人生を考えると、95-65 は、30年ということですよね。で、30年は、これは360ヶ月なので、360万円を単位にしてリスクを考えましょうというようなことをよく言います。360万円あると一月に1万円老後に取り崩すことができるということだから、ということは360万円資産運用で損をしても、でもそれは将来の支出に直すと一月1万円節約することができれば吸収できるという、そういうことです。そういう意味では、割合こう運用のリスクというのは、とっても、大丈夫な場合が多いんじゃないかなと、そういうふうに、思うことが、多いです。で、じゃあ高齢者の場合はどうなんだと。やっぱり高齢者は、リスクを取ることができないんではないかというふうにこう思うわけですが、ただ、その高齢者の場合でも、このライアビリティを考えると、これは大きな個人差があるんだと思うんですね。ですからこう、人的資本、この図では縮んでいますけれども、例えばこれが残りの年金でもらえるお金だけが評価された人的資本であるとして、であと金融資産を取り崩していかなければいけない。で、例えばそういう状態を考えたときに、生活費とそれらが拮抗するような、このライアビリティが非常に大きいケース、こういうケースでは金融資産の中で大きなリスクを取ることはできないかもしれません。ただしかし、例えば年金だけで大体生活できる、あるいは金融資産が非常に大きくって、で、将来使うお金っていうのは、そんなにたくさんなくても大丈夫。例えば、仮に2億円なら2億円の、金融資産があって、で、しかし将来の生活費っていう意味では、3000万円ぐらいあれば大丈夫なんじゃないか。かなり晩年になった方が、仮にそんな風に考えたとすると、
例えばその2億円を、まあ、全額、株式のインデックスファンドに投資していたとしても、まあ、例えばそれ、3分の1損をしたとして、まあ、7000万まで損をしないわけですから、まだ1億3000万残るということは、3000万使っても1億余裕があるということなので、まあ、例えばそういう状態の方だと、この 2億の中を、まあ、高齢、自分は高齢者だから、こうアセットアロケーションには債券がたくさんあった方がいいんだろうというふうに、まあ、考える必要はないかと思います。まあ、そういう意味ではこのライアビリティの面まで考えると、こうむしろ、まあ、その高齢者なんだけれども、こうまあ、若い時よりも大きなリスクを取ることができると、まあ、その将来必要なその支払いというものがはっきり見えている分だけ、まあ、そういう意思決定を確実にすることができる、まあ、そういうケースもあるんではないかと思います。まあ、その高齢者に資産が、まあ、今日本の場合にこうか、まあ、偏っているわけですけれども、で、まあ、その高齢者の資産がまあ、例えば高齢になることによって、まあ、リスクを取らない状態になっていく。で、まあ、特にこう相続が発生すると、現金化されて、相続人が、またなかなか投資しないというような、まあ、状態になると、まあ、例えばその最晩年のこう10年とか15年とかというような期間であっても、こう十分なこうリスクを取ることが本当はできるのに、リスクを取らないで運用するということは、まあ、その高齢者本人にとってもまあ、ちょっともったいないし、それからこう相続人にとっても、まあ、これは機会の損失だということが言えると思います。まあ、こう子供が相続するというようなケースであるとすれば、まあ、親子で仲良くして、で、まあ、これ取ることができるリスクを、まあ、評価した上で、まあ、しっかりと、まあ、資産運用を、まあ、するといいのではないかなと。から、まあ、こう人的資本ということをまず考えましょうということが一点と、それからまあ人的資本だけではなくて、このライアビリティ、ライアビリティを考えると、結構余裕があるんではないか。まあ、しかもそのライアビリティ自体は、まあ、かなりこう伸縮性があるものなので、このライアビリティの伸縮ということを考えると、結構リスクを取ることができるのではないかと。まあ、そういう意味では、全ての人がということではないんですけれども、こう思っているよりも、運用でリスクを取っても大丈夫だというケースが、多いのではないかなというふうに、思います。まあ、人的資本とライアビリティ、それからこう金融資産、まあ、この関係を、まあ、よく、まあ、ご自身について考えてみ、るといいのではないかと思います。ご参考になれば幸いです。どうもありがとうございました。